出エジプト記二十三章偽りの噂を口にしてはならない。悪者と組んで悪意のある証人となってはならない。多数に従って悪の側に立ってはならない。訴訟において多数に従って道からそれ、ねじ曲げた証言をしてはならない。また、訴訟において弱い者を特に重んじてもいけない。 あなたの敵の牛やロバが迷っているのに出会った場合、あなたは必ずそれを彼のところに連れ戻さなければならない。あなたを憎んでいる者の,のロバが重い荷の下敷きになっているのを見た場合、それを見過ごしにせず、必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない。訴訟において、あなたの貧しい者たちへの裁きを曲げてはならない。偽りの告訴から、 遠く離れなければならない。都がのない者、正しい者を殺してはならない。私が悪者を正しいとすることはない。賄賂を受け取ってはならない。賄賂は聡明な人を盲目にし、正しい人の言い分を歪める。あなたは気流者を強いたげてはならない。あなた方はエジプトの地で気流の民であったので、気流者の心を あなた方自身がよく知っている。六年間はあなたは地に種をまき、収穫をする。しかし七年目にはその土地をそのまま休ませておかなければならない。民の貧しい人々が食べ、その残りを野の生き物が食べるようにしなければならない。葡萄畑、オリーブ畑も同様にしなければならない。六日間は自分の仕事をし、 七日目には、それをやめなければならない。あなたの牛やロバが休み、あなたの女奴隷の子や、気流者が息をつくためである。私があなた方に言ったすべてのことを守らなければならない。他の神々の名を口にしてはならない。これがあなたの口から聞こえてはならない。年に三度、私のために祭りを行わなければならない。 種なしパンの祭りを守らなければならない。私が命じた通り、アビブの月の定められた時に、7日間種なしパンを食べなければならない。それは、その月にあなたがエジプトを出たからである。何も持たずに私の前に出てはならない。また、あなたが畑に種をまいて得た、勤労の発報を捧げる借入れの祭りと、年の終わりにあなたの勤労の実を、 畑から取り入れる時の収穫祭を行わなければならない。年に三度、男子は皆、あなたの主主の前に出なければならない。私への生贄の血を、種入りのパンと一緒に捧げてはならない。また、私の祭りのための死亡を、朝まで残しておいてはならない。あなたの土地の初歩の最上のものを、あなたの神、主の家に持ってこなければならない。 あなたは子ヤギをその母の父で似てはならない。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、道中あなたを守り、私が備えた場所にあなたを導く。あなたはその者のに心を止め、その声に聞き従いなさい。彼に逆らってはならない。私の名がその者の,のうちにあるので、彼はあなた方の背きを許さない。しかし、もしあなたが、 確かにその声に聞き従い、私が告げることを皆行うなら、私はあなたの敵には敵となり、あなたのあだにはあだとなる。私の使いがあなたの前を行き、あなたをアモリ人、ヒッタイト人、ペリジ人、カナン人、ヒビ人、エブス人のところに導き、私が彼らを消し去るとき、あなたは彼らの神々を拝んではならない。それらに仕えてはならない。 また彼らの風習に習ってはならない。それらの神々を徹底的に破壊し、その石の柱を粉々に打ち砕かなければならない。あなた方の神、主に仕えよ。そうすれば主はあなたのパンと水を祝福する。私はあなたの中から病気を取り除く。あなたの国には流産する女も不妊の女もいなくなる。 私はあなたの非数を満たす。私は私への恐れをあなたの先に送り、あなたが入っていく先のすべての民をかき乱し、あなたのすべての敵があなたに背を向けるようにする。私はまた、スズメバチをあなたの先に使わす。これが、日々人、カナン人、ヒッタイト人をあなたの前から追い払う。しかし、 私は彼らを一年のうちにあなたの前から追い払いはしない。土地が荒れ果て、野の生き物が増え、あなたを害することのないようにするためである。あなたが増え広がって、その地を相続するまで、少しずつ、私は彼らをあなたの前から追い払う。私はあなたの領土を、足の海からペリシテ人の海に至るまで、また荒野から、 あの大河に至るまでとする。それは私がその地に住んでいる者たちをあなた方の手に渡し、あなたが彼らを自分の前から追い払うからである。あなたは彼らや彼らの神々と契約を結んではならない。彼らはあなたの国に住んではならない。彼らがあなたを私の前に罪ある者としないようにするためである。あなたが彼らの神々に仕え、 あなたにとって罠となるからである。